こんにちは、阿部チャンネルです。こちら、今日はですね、大人川浸水公園にやってきております。王子駅からすぐ、徒歩、ほんともう数十秒。私、阿部司さんもいるですね、事務所からも、ほんと徒歩2、3分で来れる、まあ非常に素晴らしい公園です。ぜひとも遊びに来てください。それでは、本日なんですが、またお問い合わせいただいてましてですね、阿部さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。 この間のおときさんの話は特に面白かったです。ありがとうございます、えー。最近レジ袋が有料化されました。これまでは無料でもらえてたのに少し残念です。毎回3円とかかかるので買うこともできず、ゴミ捨てにも困っています。 実質的な増税という記事も読んだことがありますさらにはコンビニでもらうスプーンも有料化が検討されているということで一体どこまで行くんだろうと不安になっていますそもそもなんでレジ袋が有料化されたのでしょうかそれって結果良かったからスプーンも有料化するのでしょうか教えてください女性30代板橋区在住ありがとうございます はい。プラスチック関係の話、レジ袋の話、非常に話題になってますね。今の,その小泉進次郎環境大臣、実は前職で少しお会いしたことがありまして、小泉進次郎さんの議員会館の事務所とかお邪魔させていただいて、少し打ち合わせさせていただいたりだとか、私が勤めていた会社で講演会をやった関係でアテンドをしてですね、小泉進次郎さんにこうやってマイクくっ、ね、こうやってセットしたことがあるんですけど非常に魅力的な人で、もうむちゃくちゃ気使ってくれる、まあ本当に お会いすると、一発ではいろんな人がファンになるなっていう、そういう人でした。まあ、いろいろ最近ね、お、なんかネタにされたりもしてるんですけど、非常にいいお人柄の人です。だが、しかしですね、レジ袋いるか、私も反対です。なんか効果があったんですかっていう話が、ご質問でいただいたんですけども。これ効果は、まだ分かってないっていう、で、プラスチックの削減効果で言うと、まず、ないし。で、それがその啓発目的でやるという話だったんですけど、それでどれぐらい啓発されたのかっていう政策のですね。効果測定なされていないということで。 この前、音北俊参議院議員も質問してましたけれども、これからになってくると思います。なので、まあ、実績に増税というのは本当にあのその通りで、ビニール袋があるから、そのついでにそのコンビニで何かおかしかったりだとかっていう、そういった事情も、もしかしたら、ね、そういう意欲を減退させてるかもしれないという話もあるぐらいなので、これは私は反対です。えー、なんでこんなことやってんだろうと。頼むよ、小泉慎次郎さんという意見です。プラスチックの,そのスプーンの有料化についても、これも同様でして、世界でね、プラスチック込みを減らしていかなくちゃいけないっていう、まあ、潮流にあるのは、 もちろん仕方ないと思うし日本でも対処していく必要あると思うんですけどもこれいきなりね有料化、まあ、レジ袋有料化したからスプーンも OK だろうという多分そういう魂胆。 だと思うんですよね、まあ、ただ、あの、まだ決まっていないということで、えみんなで大きく、まあ、たくさん声を上げていけば、それはなしになるかもしれないですね。シンプラ法案、これから国会で審議されて、可決されていくと思いますけれども、まず有料化っていうところまでは確実に決定はしていないので、ここはですね、国民のみんなであの手を携えてですね、有料化をやてくれという方向性で頑張っていけたらなと思っております。今、e、EU が中心になって、そうしたルールメイキングやっていると思うんですけれども、まあ、例えば、日本でもそのプラスチックのその ササーマルルリサイクルプラスチックを燃やしてそれをエネルギーにするっていうあの技術は非常に優れているということで、まあ、そもそもなくさないでもそうした技術が優れていればそっちでいいんじゃないかっていうね選択肢も当然あると思うんですねただ EU の人たちそのヨーロッパの人たち本当にうまくてですね、えー、昔からそういうルールを作ってうまく世界を巻き込んでいくっていうここはね日本は非常に弱いところでルールの中でうまくやっていくことっていうのは日本人得意なんですけど向こうのアングロサクソンの人たちもともとその寒いところで自然を制圧 するっていうような生活をしてきて、牧畜をして動物をうまくどうコントロールするかっていうそういったそのなんか働きかける力っていうんですかねなんか強いですよね。日本人はなんか多分その自然ね四季折々で豊かで、そこにどう適応していくかっていうそういった発想で生きてきたかもからもしれませんけれども、これから世界もね本当激動なのでルールメイキングっていう意味でももう少しですね日本もその環境面でもリーダーシップを発揮してみんながね日本が損をしないでみんなハッピーになるようなやり方っていうのを模索していけたらなと切に思う限りであります。私もあの頑張 頑張ってまいいりたいと思いますそれでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。引き続きですね、チャンネル登録者数1000人目指しております。皆さん、ぜひともチャンネル登録で応援お願いします。あと、Twitter、Facebook、Instagram もやっておりますので、ぜひともフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。日本維新の会。おはようございますです。